皆さんこんにちは、小林哲也です。今日は久しぶりに志保さんと練習をさせていただきました。お願いします。お願いします。志保さん、最近調子はどうですか？いや、だいぶスコアは出てくるようにはなったんですけど、はい、ただやっぱり打てない時はどうしてもなんかプッシュアウェイも遅い、はい、前みたいにプッシュアウェイが遅くなって、はい、脇が空いて外にミス、はいはいはい、なんならガーター3回この間も出した あったんですか？あります。ガーターが多かったってことは外ミスがちょっと多いってことですよね。そうですね。そっか、わかりました。ちょっと一回投げてもらってもいいですか？はい、はい、じゃあちょっと一回投球してもらって、それを見ながらちょっとレッスンできたらと思うんで、はい、でいつも通り、いつも通り、はい、あー OK です、OK。はいはい、もうめちゃくちゃ簡単です、はい。ですね、これ今、まあ、ちょっとせっかくなんで皆さんに見えるようにするんですけど、翔太の場合は、まあ、プッシュアウェイがやっぱり若干いつも、まあ、あのお話するときちょっと遅いって話するじゃないですか、はい、で遅くなってその時にやっぱりちょっと力が振っちゃう時にあるんですね、うん、じゃ力で振った時に肩がこうやって開いちゃうんです、うん、で肩がこうやって回っちゃうから、はい、回ったまんま今度腰も回っちゃうじゃないですか。でそうすると全部自分は本当はこう投げたいのにこの勢いでこうやって振っちゃうせいで肩が突っ込んじゃうんですね。背負っちゃう状態だからそのまんまこういう風にいっちゃってボールが外ミスしちゃうっていうのが主な原因です、はい、でやっぱりこれを直すにはまずはプッシュアイのタイミングっていうのもちょっと意識してもうちょっと早く出せるように、どうしても今も見てるとちょっとこうやって持ちすぎちゃってるん で、はい、でそれはもう前からちょっとお伝えすることだと思うんで、ここをまずはちょっと意識する。でもう一個は肩があくまで支点ということ、肩が支点なんですよ。肩が動いちゃうと視点がなくなっちゃうので手遅れのタイミングもつかめないし、やっぱりボールを押すこともできなくなっちゃうんで、肩はあくまでイメージですけども固定です。固定した状態で振ってあげます。で肩が上に上がったりとかしてしまうとどうしても背負っちゃいますよね。こうやって動いちゃいますよね、はい、でこうなっちゃうと背負ってしまうので足に当たらないように自分の体が勝手に外ミスしちゃいます。でそれを引っ張っちゃって今度内ミスしちゃったりとかっていう風にこうどんどん悪循環になってくるので、まずは意識するのはプッシュアイのタイミングで、もう一個は肩をこの固定させるって意識でちょっとこう開かないでちょっと外に開くような意識をしてもらうとこの改善ができるかなと。はい、であとはプッシュアイの方向ですよね、はい、やっぱりちょっと翔さんもこう投げる時にちょっとこう外に行き気味じゃないですか、はい、そうするとしょいやすいじゃないですか。なのでこうやって肩が入っちゃうっていうことがあるので、まずはプッシュアイの正面、はい、っていうのをポイントを今3つ、プッシュアイの方向とタイミングで肩がちょっと入らないようにっていうのを3つちょっと意識して、はい、多いんですけどね、はい、1回やってみましょう。ちょっとせっかくのリセットして投げてる感じは悪くないんでね、本当にちょっとしたことだと思います、はい、ちょっと肩を支点のイメージでちょっと外に開く、プッシュアイの正面ですね。おお、いいんじゃないですか。完璧じゃないですか。完璧じゃないですか。いやマジで。ちょっとしたことですね。ちょっとしたことですよね。でも今ジョーダン投げてみてどうでした？いや、なんか暴れなかった。暴れない。そう。全部がやっぱりタイミングが、うん、連動してますよね、ちゃんと。本当にこのプッシャーウェイの私はまずはここが、そう。こう行く時点でもう突っ込むから、そう。そうなんですよ。まずはここが。一番はここです。だけどやっぱりそこがうまくできてても、やっぱりこうちょっと肩が動いちゃったりとかすることもいっぱいあるので、やっぱりプッシャーの方向とか、ちょっとイメージでは、なんか自分の中では変かもしれないですけど、ちょっとこう開く意識なんですね。開くっていうのはこっちに。そうです。そうするでも実際にはそんな風にならないです。でもこう一歩目、こういってこういってプッシュアイをするじゃないですか。してこのままちょっとこういう感じですイメージは。今ってこういう風に入っちゃってるんで、だから腰もこっち向いちゃうじゃないですか。だから外に出やすいですよ。でも実際こういう風にやってますけど、まあ実際投げたらこうちゃんとまっすぐになってます。それぐらい今まで自分のプッシュアイの正面でまっすぐ振ってるってイメージが実際にはちょっと背負い込んじゃってるんです。
だからその感覚っていうのもちょっとずつ直していくと、だからそのためにプッシュアイの方向っていうのがすごく大事になってくるので、まずはプッシュアイの方向をまっすぐ顔の前に出す。そうです、そうです、そうです。ちょっと外で、そうそうそう、そうすると内から外から内にこうやって正面あの振れるようになるので、体から近いところから投げるようになります。今だとちょっとタイミングずれちゃっていくと、ちょっとこういう風になっちゃう時があるので、ちょっとそこだけ肩のこの部分っていうのは気をつけなきゃいけない部分だと思いますので、こうならないように意識して、まずは肩が支点っていうのを意識してもらって、体から近いところで振るっていう意識をすると良くなってくる。でも今の一投ね、全然違かったと思いますので、まあこういったところの本当にねちょっとしたところなんですけども、意識のするポイントだけで全然変わってくるかと思いますので、ちょっと引き続きまた今年もね、お時間あるときにいろいろとレッスンさせていただけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで今日は以上になります。それではまた引き続きお願いいたします。ありがとうございました。はい、ということで皆様ありがとうございました。バイバーイ。ここから始まる Just you Just got 止まらない僕ら明日は輝いて Just got 18メートル席の答え合わせ Oh, oh 間違えてもいい Adjust して、ここから始まる Just you Just got it 止まらない僕ら明日は輝いて Just got it 18メートル席の答え合わせ Oh, oh 間違えてもいい Adjust して、ここから始まる。ここから